はい、速稼塾の久保です。まあ、私たちはね、非常に変化の激しい時に動いています。いやいや、どんな時代も変化っていうのは常に起きるもんですよね。例えば農業なんですけども、きちんと計画通りに雨が降ってですね、天気になって、それから収穫の時期が来るみたいなことはないわけなんですよね。やっぱりいつ芽がね全滅してしまうのか分からない、いつ疫病が入るのか分からない、向こうの方から何か近づいてくるなと思ったら稲穂の大群で全部ね自分の農作物を一晩のうちに取られてしまったとか、思いもしないような災害が起きて全滅してしまうとかね、結構あるわけなんですよ。だから私たちは昔から農業を正確に知るために占いとかね、星の運行を見て時期を知るってことを本当に細かく繰り返したんですよ。天気予報っていうのは言ってみれば農業が成功するかどうかとかってね、そういうところにものすごくかかっていたわけですから、天体観測っていうのをその頼りにしたのも分かるなと思うんですよね。さあ、私たちはビジネスをやってます。ビジネスをしている以上いろんな前提で生きてますよね。いろんな前提を元に想定してやるわけなんですけども、人間が恣意的にルールを変えることもあるわけなんですよ。結局そういうことも予測しながらやっていかないと変化に耐えうるようなビジネスはできません。今回ですね、誠に理不尽ながらいろんなところから自粛ってものがね叫ばれていて、自分は自粛するつもりはないんだけども、営業していったら自粛をしている人から叩かれるんで仕方なく営業をね止めるってこともあるんですよ。でこういうことをねどういうふうに乗り越えていくかってところがもうね全てなんですよね。どんな悪い状況になっても必ずそのサービスってのはどっかで売れてますし、誰かが売ってるんですよね。まあ、例えば飲食なんていうのは、こういう時だからこそ何ですかね、人の批判の目を逃れてですね、逃れてた、嫌な言い方になりますけども、宅配弁当のニーズむちゃくちゃ上がってるんですよ。宅配弁当のニーズが上がってるということはどういうことかっていうと、ここから付随するのはですね、宅配する人が足りなくなるってことなんですよ。まあ、ですんで皆さんがね、自粛不要不急って言ってる中で、配達の募集ってのはかなりあるんですよね。本当にね、配達員として働きたいって人はもう今ね入れ食い状態でいくらでも稼げる状態になってます。まあ、ですんでね、ドミノピザなんての5000人ぐらい募集したりとかするわけなんですよね。で反面ですね、そうはいかないところもあります。例えば飲食店で小さくやってるところ、本当にね、広告も出さずに普段来店されてる常連さんとかでやってる店っていうのは今回はね厳しいですよね。でその店舗さんが、飲食店さんが営業を休止すると何が起きるかっていうと、納品する業者さんもね行き詰まっちゃうわけなんですよ。でも納品する業者さんっていうのは納品先を変えるだけなんですよ。要するに Uber Eats みたいな宅配をやってるところに、まあ、今度はね取引を持ちかけていったりとか、そこの取引量っていうのは増えるわけですから、そういうふうなこともできますし、まあね、冷凍食品の業者の方に納品するとかね、いろいろとかわす道があるんですよね。まあ、ですんでルールが変わっても、世の中の風向きが変わっても、結局それを受け入れてそこから勝負をするしかないということなんですよ。でもうこういう時代になったらしょうがないとかね、変化できない人とか変化の発想を持ってない人ってのは、やっぱどんな時代でも、どんなにね時、どんなに景気がいい時でもうまくいかないんですよ。バブルの時でさえね、バブルの景気、すごく景気がいい時ですら失業率は 3% あったと言われています。要するにその時ですら、バブルの時期ですら、やっぱりねバブルっていう波に乗っていけない人は下手すらリストラされてたわけなんですよ。ですんで世の中がいいから、だから全部がいいってわけでもないんですよね。世の中が悪いから全部が悪くなるってことでもないんですよ。ただ悪くなるってことは、悪くなってないマーケットを探さないといけないですし、そのマーケットに対して自分をねどんどんリストラクチャリングしていかないと、再構築していかないといけないってことなんですよね。で私はこう思うんですよ。ルールとか規約とか契約っていうのは、その契約した後も変化し続ける、変わり続けるってことなんですよ。だから契約した時はこうだったけども、事業を進めていくうちに事業が変化してこっちの規約に変わりましたって言ったら、それに従わないとしょうがないですよね。それが変わったからといって自分がうまくいかなかった、その言い訳にもなりませんし、だからそこをね池高に補填しろっていうわけでもないと思うんですよ。全てのものは変化が前提で起きているということなんで、今年ねあるアクションした時でも、来年は全く予想もつかないようなことが起きているとか、再来年はもっと予想がつかないことが起きている、それが我々のねビジネスマンとしての経験になると思いますし、その経験をもとに新しいビジネスを構築していくことを発想というんではないかなと思うんですよ。で考えてみればね、私も麻雀とやっていました。麻雀店で麻雀しか勝負ができないってことになると、麻雀店を取り囲む風俗営業法のルールに従っていかなくてはなりますよね。でも私は麻雀店のオーナーでありながらインターネットビジネスってものをやり始めたんですよ。異端ですよね。麻雀店に集まってくる人が、きっと私がねインターネットパソコン毎日やり始めたら頭がいかれたんじゃないかと思ったはずなんですよ。でも今はどうなのかなってことです。麻雀店も営業自粛の波が来て、私は営業自粛どこからもされてません。ですんでね、こうやって日々発信できるわけなんですよ。じゃあ麻雀店を麻雀店のくくりの中でやった方、もうね世の中の変化が起きたらこれ潰れていくんですよ。パチンコ屋もそうですよね。だからそういうふうに、
なんて既得権益の保護があるからやっていけたものっていうのは既得権益が強く打ち立てられてる時はいいんですけども、そうじゃなくなった時というのは一気に窮地に陥ります。ですから私たちは自分の内側からねビジネスを起こさないといけないと。どこにも依存せずにたった一人で始めてたった一人で終わる自己完結型のビジネスを持たなくてはならないということになると思います。さあそれでねオチとしてブラウン管をどうするって話がありました。まあ私ブラウン管テレビねもし売ることになったらテレビは入んないわけですから、それをねモニターとして使うところを想定しています。まあテレビ業務をするっていうところもあると思いますし、主にはですねレトロ感ですよね。私の住んでる町にもいつか来た道とか言ってね昭和の町並みを再現したそういうふうな観光スポットがあるんですけども、そこにですねやっぱブラウン管テレビってのは売れるんじゃないかなと思います。というのがブラウン管テレビって定期的に壊れるんですよ。壊れるともうブラウン管テレビってのは製造してないですから、日本国中の中古在庫そういうものをね、仕入れるしかないんですよ。そうなると、まあ、そことね契約を組み交わしておいて壊れるたんびにそこに買い取ってもらうってことはできるのかなと思いますよね。まあ、そんな感じですかね。まあでもね確かにねテレビを売るのはしんどいですよ。でビジネスってのは楽にたくさん売れるものをやればいいわけであって、ものすごく売るのが苦しいところを無理やり売るっていう発想にはなんないですね。であと一つ言えばですね、どうやってブルーオーシャンを作るかってことなんですけども、自分がマーケットを作り始めたらブルーオーシャンなんですよ。誰かが作ったマーケットに入っていくとそれはレッドオーシャンになります。まあこれだけなんですよね。ビジネスってのは自分で自己完結で起こすっていうのは自分でマーケットをどう作っていくかってことになります。となるとですね自己アフィリエイトっていう風な自分がやれば確実に受け取ってもらえるものがあるのに、それをね軽視して誰もやらないってことによっていつまでたってもブルーオーシャンなのが自己アフィリエイトなんだと思います。今ねこの1ヶ月だけでも自己アフィリエイトを教えてくださいって方がやっぱりね10人ぐらいはいらっしゃるんですよ。でそういうことですよ。自己アフィリエイトすれば2万とか3万とか稼げてしまうと。とりあえず稼げる体験をしたいとか自己アフィリエイトを理解したいとかね、そして気に入ったら自己アフィリエイトを継続してやっていきたいっていう方がいらっしゃれば、やっぱり自己アフィリエイトがね未だにブルーオーシャンなんですよ。でもそうではなくて一発逆転をすぐに狙おうとすると、最初の一歩っていうのは小さい変化を求めなければいけないのに、最初の一歩を大きな収穫を得ようとするからいつまでたっても夢物語なのかなと思いましたよね。本日は以上です。